第97回箱根駅伝の全選手。総勢210名が一斉スタートしました。目指すは遥か彼方のフィニッシュ地点。どんな戦いが待ち受けているのでしょうか。スロースタートだった1区の選手は最後尾で横一列。追い上げに期待しましょう。スタートしてすぐに東京国際大ヴィンセントが先頭に立ちました。選手たちはこの先、一直線の道路で、20キロ以上先のゴールに向かいます。横に広がってスタートした選手も集まってきました。3区の小林と石原がヴィンセントについています。ボールを色は大学ごとに、そして選手名の色は区間ごとに変えています。あと、区間賞の選手はボールを少し大きくしています。早くも5キロポイントです。集団の大集団の後ろには、5区と6区のランナーが続いています。6区の選手は山下りに入り、スピードアップしました。5区のランナーを一気に置き去り、前の集団を追いかけています。中でも順大清水がいいペースです。トップ3の後方には小さな集団ができていますが、ここは2区と3区の選手で構成されています。6区花咲のペースは群を抜く勢いで、集団の大集団に追いつき、横から、中から、上からと追い越し中。のエース級選手を抜き去り、さらに上位との差を詰めています。10キロポイントです。後方との差を広げて、ヴィンセントの独走状態になってきました。大集団の様子は実況するのが難しいですね。花咲が第2集団を捉えていきます。2区横浜や3区藤沢の平地区間に対して、箱根の下り坂は力強いです。5区は東洋宮下が先頭ですが、その名前通りの宮の下の急坂を登っています。最後方から追い上げてきた。6区清水と花咲がヴィンセントに追いつき、そのまま一気に追い越してトップに立ちました。これぞ箱根の山下り、標高差800メートルのエネルギーを、耐えて前に進む力に変える6区ランナーの力です。他の6区の選手も第2集団を次々と追い越しています。これが権太坂の上りと、寒冷道門の下りの違いだ。そして6区のメンバーは次々とヴィンセントに追いつき、そして追い越していきます。レースも終盤です。それでは最後方から選手を見ていきましょう。まずは5区集団です。5区の先頭宮下からは次の選手がかすかにしか見えません。これが箱根の山の箱根の坂が生み出すいわゆるカッシーニの感激でしょうか。各区の後続グループに追いつきました。大集団はまだまだ集団のまま。ここにいる選手たちは話題にできなくてごめんなさい。はい、トップまで追いつきました。6区の選手も箱根湯本を過ぎてからでは、ヴィンセントと並走となり、抜き去ることはできなかったようです。さあ、6区のゴールが見えてきました。道路横の広場のゴールに向かいます。6区花咲ゴール。順大清水、青山高橋が続きます。6区の選手のゴールを横目に、ヴィンセントには、ここから戸塚の坂が待っています。2区3区の第2集団もラストスパートです。4区オニエゴゴール。ほぼ同時に3区石原ゴール。
一かまたゴール。7区佐伯ゴール。8区大保ゴール。さあ、2区ヴィンセントは区間新記録だ。5区は帝京細谷がトップに立ちました。2区集団ゴール。9区石津ゴール。10区石川ゴール。走り終えた選手が各チームの元に集まっていきます。そして5区の選手もやってきた。細谷ゴール。続いて総上上、東洋宮下、箱根の山を登り終えた選手が次々とフィニッシュしています。日付も時刻も方角も風も気温も陽光も坂もカーブも道幅も見える街、見える海、見える山、全く異なる条件で戦った選手たちが走り終えて今一つにまとまっています。専修大の家、学生連合杉浦がゴールして、210名のランナーがすべて走り終えました。ご覧いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。